たしました。参加の25件とさせていただきありがとうございます。ご注意ください。お待たせしました。少々お待ちください。本日は市バス高江20号系統高江行きをご利用いただきましてありがとうございます。音戸町、ご不都通り、丸田町から高江へ行きます。次は、八富通り1丁目。八富通り1丁目。お降りの方は、お知らせください。私は、お客様の着席を確認して発車するなど、安全運転に努めます。また、バスが動いているうちは、席をお立ちにならないよう、ご協力願います。お待たせいたしました。おります。音戸町、ご基礎通り、鶴間公園方面、栄行きです。この先進行中、事故防止のため、業務用で救命許可をかける場合がございますが、お手元、足元、お手荷物などには十分ご注意いただき、車内事故防止にご協力をお願いいたします。また、バスが動いている最中、席を立たれますと大変危険ですので、バス降りの際はバスが完全に停車し、扉が開きましたから席を立ちなりますようご協力をお願いいたします。炭素乗務員の7名用紙をお貸しです。右に曲がります。では八富通り1丁目です。通り一応お願いします。次は石田町、石田町、お降りの方はお知らせください。では石田町です。お待たせいたしました。片道の今日は信号が止まりましたので、はい、申し訳ありません。2分ほど遅れております。大変申し訳ありません。ダメ出しもご注意ください。エラリオ車内です。動きます。水穂公園、水穂公園。
お降りの方はお知らせください。事故防止のためやむを得ず急停車することがあります。お立ちの方はつり革、握り手などをご利用ください。携帯電話は車内ではマナーモードに設定の上通話はご遠慮ください。また優先席付近では電源をお切り願います。次止まります。お降りの方は扉が開いてから席をお立ち願います。ありがとうございました。水の公園です。忘れ物ございませんようにお願いください。扉が開きまして、カラス行きます。お待たせいたしました。佐藤行きです。お願いします。お待たせいたしました。サタネイティーです。ありがとうございます。ありがとうございます。
車の仕事だ。塩路小学校へ向かいたします。ありがとうございました。ギグはめちゃくちゃお願いします。忘れ物はございませんようにお願いします。足元ご注意ください。お待たせいたしました。参加できるとお願いします。Thank you.
け通りを保ってほしい。携帯死んでるんで、まずLINE を。
集合写真。集合写真。あ、載せてよ。載せたのね。よっしゃ、6年生まれになります。あ、いい。携帯復活したらいいよ。じゃあ、俺今送ろうか。あ、今。じゃあ、みんなであの、コートみたいなやつ、そうするよ。で、あの、そのことで。お願いのやつね。あ、そうなの。あ、ほんと。仕事とかだから別に文句言われる。やっておりませんけども、食べ合わせが来ましてからの設計はそうじゃない。お待たせいたしました。高いですね。4年中と違って、ここまで急激に足が痛くなってくる。冗談だけど。
長いの。ごめんなさいとかないなら悪かった。東京通りじゃなくて私。
カウンセラーって自分の人だ。まあ思い出した。スキーになるよ。あ、スキー多分新幹線で行くって言ってたから俺は客してもらえる。誰でも。ちなみに予算5万かかる。何でもらったの、その一面って言われる。あ、だから一面でなんだろう。一面でって。だから私、ちょっとバイク。まだ思い出したの。てか、俺が憎み届かない。俺、憎みは憎みでなんかちょっといろいろ的なんだけど。私、ありがとうございました。いや、番長、お忘れ物ございませんよ。扉が開きました。ただ、畑が出てきたら、いいと思います。じゃあ、15にしようか。13で、引かれて行く人は、つばげ、きついかな。ありがとうございました。誰だっけ？真ん中で鹿ね、人減りそうだけど。ありがとうございました。鹿が鹿じゃない。鹿じゃない。ボズじゃない。なんだかんだ、ロズミヤに引っ掛けると思うんだけど、いやいや、これは大事、そ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 れは大事、でも、ホンダは見てるから金がないと思うんだけど、ちなみに、俺はそこなんか、いい人に自由人が通ってるけど、いやいや、いいよ、これ、私、ありがとうございました、白川の料金の人は、ありがとうございました。ありがとうございました。